今日はよろしくお願いいたします。今日は第59回の新型感染症専門家会合を、先ほど開催をさせていただきました。専門家会合に対しましては、私どもといたしまして、現在の感染状況に対するご意見並びに、現在の状況に鑑みた病床の、減少、確保病床の減少について、諮問をさせていただきました。で、その結果でございますが、すみません、まずは全体の状況に関しましては確かに緩やかに減少してきてはいるものの、しかしその減少のペースが下がっていること、また台湾などでは新規陽性者あるいは重症者死亡者ともに、無視できない数になってきていたり、あるいはオーストラリアは今冬ですけれども、インフルエンザとそれから新型コロナウイルス感染症の両方が感染症として出てきている等の懸念する材料もあるので、引き続き感染症対策に対してはしっかり取り組むべきというのが全体のご意見でございました。また病床につきましては、私どもといたしましては現在のフェーズを見直して1段階引き下げるということを検討をしておりますが、ただその一方でいわゆるコロナ肺炎というんでしょうか、典型的な肺にでくるコロナによる重症患者は現在埼玉県では1名ですし、日本全体でもエクモが今ついているのはお一人だけだそうであります。そういった意味では典型的なこれまで見られてきたコロナでの重症者というのは大きく減じてはいるものの、しかしながらその基礎疾患や合併症等がでコロナの患者、こういったところがなかなか受け入れられていただけるところがやっぱり少ないといったこともあるので、我々としては病床を減らすことは全ことはそうなんですが、その一方で例えば他の基礎疾患を持った患者さんを受け入れていただける病院というのを今手上げ方式でお願いをしており、これについても確保が進んでいるところであり、それを前提として重症病床や病床について減少の方向でこれは考えるのか、まだ検討なのもういいのか、はい、検討でいいのか、来週の24日から引き下げるということで先生方にお話をしたところ、すべての方が賛成というふうに言っていただきました。これが今日の大体大きな流れであります。その上で私どもからの報告ですけれども、まずは県が設置するワクチン接種センターでの4回目の接種についての報告をさせていただきます。現在県では3つの会場で3回目の接種を実施しているところですけれども、4回目接種における市町村の接種体制、これが優先ですが、市町村の接種体制を補完するために7月1日から4回目の接種についても実施することといたしました。念のため接種会場について申し上げておきますが、現在と同じですけれども、東部会場については南越谷駅、新越谷駅徒歩3分の南越谷ラクーン、そして西部会場につきましては川越駅前徒歩1分の山崎ビル、そして北部会場は熊谷駅徒歩3分の日東モールであります。どこも駅至近であり、買い物のついで、あるいは仕事帰りにもご利用いただける場所であります。4回目接種には県の会場では武田モデルナ社製を使用をいたします。予約の受付は6月の21日より開始をいたしますので、県のインターネットの専用サイトから予約をしていただきたいと思います。対象者につきましては、今回のワクチンについては重症予防が目的でございますので、3回目接種から5ヶ月を経過した60歳以上の方および基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める18歳以上の方で、かつ県内の市町村から4回目の接種券が送られてきた方となります。予約にあたっては接種券に記載された接種券番号が必要となりますので、この番号をお手元にご用意をしていただき予約をしていただきたいと思います。なお、埼玉市民の方でかつ18から59歳で基礎疾患のある方などが予約をされる場合には、埼玉市が設置する
接種会場と同様に事前にさいたま市に接種を希望する旨の申し出を行っていただく必要がありますので、さいたま市民の方についてはご留意をいただきたいと思います。なお、若者などをターゲットに駅地下である利点を生かし、引き続き3回目接種についても実施をしていきますので、ワクチン接種を悩まれている方などについてはぜひご利用をいただきたいと思います。なお、この4回目接種については今日、専門家の方々の間でご意見があり、医療関係者や高齢者施設にお勤めの方について、本来は重症化予防なので、その方の重症化を避けるというよりも重症化する方と接することが多いということから、国に対してこれを要望するべきではないかといったご意見が強かったので、埼玉県といたしましてはこういった方の4回目接種について要望する方向で現在検討を進めることとなりました。次に、新型コロナウイルス感染症の後遺症対応であります。本県では県医師会と連携し、昨年11月以降に7つの医療機関、9の診療科で実施した後遺症外来422人の症例を取りまとめ、令和4年3月に診療の指針となる症例集を作成をいたしました。その症例集を県内の医療機関に配布をして、後遺症外来を実施する医療機関の募集をしたところ、3月末時点で147医療機関ですが、その後も増え、6月17日現在168の医療機関で新型コロナウイルス感染症の後遺症外来を実施していただいております。これは非常に多い数だということで、今日専門家の方からも指摘をいただきました。この症例集に掲載されている症例の多くは令和4年3月なので、実はデルタ株中心であります。第5波の患者の症例が元であります。そこで今回は第6波における患者の症例集に症例について、後遺症外来を実施しているこの医療機関にアンケートを実施をして、そして取りまとめ、今日からこれをホームページ等で掲載をさせていただいています。その結果をかいつまんでご報告いたします。このパネルの中で全回とあるのは、先ほど申し上げた最初の症例、調査期間は昨年10月1日から今年の1月31日、今回とあるのは調査期間は今年の5月16日から31日でありますけれども、このそれぞれの422例、547例を取りまとめたものでありますが、性別ですけれども、前回は男性中心でしたけれども、今回は女性の方が若干多く見られるような結果のアンケートとなりました。次に、罹患時の療養方法は、前回は自宅療養 60% 程度でしたが、今回は約8割ということで、前回よりも増加を、自宅で療養される方が多くなっています。そして年代ですけれども、年齢構成ではこの30代40代が増えてきている、後遺症のなる方で増えてきているという感じであります。症状については、今回についてはこの青い方が今回ですけれども、咳痰の症状が非常に多く増えてきています。次に多いのは倦怠感ですけれども、前回多かった例えば、味覚障害やあるいはその脱毛、こういったものは今回は大幅に減少をしておりますので、味覚嗅覚障害あるいは脱毛は今回大幅に減少した、こういったそのアンケートとなりました。で、これらのそれぞれを症例集として、これは医療機関に役立つように、こんなアバウトのすいませんアンケートだけではなくて、症例集として医療機関に提供させていただきますけれども、この症例集、前回の症例集は約 90% の医療機関で診療の役に立ったという、そういった評価でございました。これまでの後遺症患者が集中していた医療機関、最初は7医療機関でしたけど、今168になってますので、他の医療機関が診察するようになって負担が大幅に軽減されたというご意見も聞いております。アンケート結果の活用については、結果を反映した第2版症例集を作成し、今日県と県医師会両方のホームページで公開をさせていただきました。また今後の方向性でございますが、症例集の活用をさらに医療機関に周知をし、後遺症外来を実施する医療機関をまだまだ増やし、後遺症に苦しむ方がいる限り
身近な医療機関につなげることができるよう努力を続けていきたいと考えております。最後になりますけれども、感染症防止対策の徹底のお願いでございます。これ久しぶりに皆さんにお見せするんですけれども、実はこのところ、大幅にではありませんけれども飲食あるいはカラオケ、こういったところでの感染事例がじわじわと増えてきています。まだ 1% に満たない程度でありますけれども増えてきているのが現在であります。そこで大切な方を守るためには3つの密の回避などのいわゆる基本的な感染防止対策の徹底をお願いしたいんですが、特に飲食カラオケを行う際には感染防止対策を徹底していただきたい。具体的には対角線に座るなど人と人との距離を確保してください。あるいは会話や発声をするときにはマスクを着用してください。そして必ずこの彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスのステッカーがついている、このステッカーがついている認証店は利用される方の命を大切にする飲食店でございますので、この飲食店を認証店を利用していただきたいと思います。改めて県民の皆様にこのような状況で徐々に増えている中でのお願いでございますので、ぜひ実施をしていただきたいと思います。私からは以上でございます。それでは金井先生、はい、お願いします。失礼いたします。今日の会議の内容でございますけれども、知事とダブるところがいくつかあるかと思いますけれど、お許しいただきたいと思います。まずこれは皆さん方よくご存知のところですけれども、新規陽性者数の減少というのは現在も続いていたと言った方がいいのかもしれません。ここ数日でございますけれども、横ばいないしはごくわずか増えているという状況がございます。これは当県だけではなくて東京とも同様という状況がございます。したがってということがあり、これがわずかな、上昇ではあるけれども、これがどのようになっていくのかというのは非常に注目していくべきという意見が多く出されたところで、ございます。それから入院に対する入院のフェーズの問題でございますけれども、これは6月24日からということで全員が一致して認めるということでございました。ご案内のとおり入院は今 12.3% の病床使用率ですし、重症に至っては 0.7% ということになっております。まあ1人ということでございます。ゼロという日もよく見られる状況にあるというのが現在の状況です。もう一点、やはり重症化という人のもともとコロナの重症といえば、もともとというとコロナ肺炎でございますので、コロナ肺炎があるのかないのか、これも知事の話にありましたけれども、コロナ肺炎ではなくということがあり、他の疾患があり、そしてコロナ陽性であった場合に他の病気が重症であるという状況であって、決してコロナそのものによる重症ではないということ、これはどこでもそうだという、日本中そうだという意見が出されていたところでございます。それからワクチンの問題についてがやはり一番いろいろな意見が出たところでございます。ワクチンの4回目の接種というのはご案内のとおり重症化予防ということでのお話でございます。したがって接種非接種者は高リスク者ないしは高齢者ということにはなってはおります。しかしながらそれでいいのかどうかという問題でいろいろな意見が出て、それして知事の方から国の方に要望を出してもらうという形になったわけでございます。すなわち医療従事者は高齢者等または高リスク者等と接触をする機会があるので、それを避けるためにも打つのが妥当ではないか、全員打つという意味合いはありませんけれども、少しでもそういう危険を持つ人たちには打ってもらいたいというようなお話がございました。それからオーストラリアのお話も先ほどございましたけれども、オーストラリアがインフルエンザそれからコロナともに非常に感染が拡大をしているというお話がございました。そういうような状況があるので、我が国ではどうすればいいのかというお話がいろいろと出たところでございます。今までコロナばかりでインフルエンザ全くなかった2年間がありました。その2年間なかったので、3年目になって今度
両方の感染が起こりうる可能性は十分オーストラリアから見てもあるであろうということから、どうなるのかということ、それのためには検査キットの十分不足はないような状況であるのかとか、そういうようなお話もあったところでございます。ワクチンについては例年通りでもすでに決定をいたしておりますので、それほど心配はないというふうに考えております。あとについて、それともう一つですけれども、これは当県でというより県の方でよくやっていただいているんですけれども、ゲノム解析ですけれども、ゲノム解析について非常に正確によくやっておられると、これはいつもなんですが、他県から来ている専門家の先生は必ずこれを評価するというような状況があり、引き続きこれは全国的にも使用したいのでやっていただきたいというようなお話がございました。それぐらいかと思います。以上で終わります。部長、部長、はい、すいません、もう一点ご報告があります。先ほど失礼しました。先ほど、金井先生の方から、ゲノム調査のゲノム検査の話がございました。で、若干報告がございますのは、ゲノム解析を、行わせていただいたところ、現在埼玉県における株につきましては、オミクロン株の BA2 系統以降が 100% になっているという話は以前させていただきましたが、埼玉県において BA5 系統、そして BA の5系統の失礼、ちょっとお待ちくださいね。BA の2系統の中でも、これまで見られてこなかった BA の 2X、あるいは BA の 2.11、2の12の1が、それぞれゲノム検査の結果、発見をされました。ただ、これにつきましても、先生方のご意見をお伺いしたところ、これらの変異については、今後、BA の2の4とか、2の5などに発展していく可能性は大いにあるけれども、しかし直ちにこれらが何らかの感染の状況を変えるというような状況にはなっていないので、そこは冷静に疫学調査をしながら今後も引き続きウォッチをしていくべきといったご意見もいただいたところでございます。なお、これ検体の数とか言っちゃっていいの？そこまでは言わない。まあ、知事からご報告ありましたように、BA5 というのが2人あります。BA5 が、2人、それから、2系統の中で、アメリカの方で今、主流の株になっているということで警戒されていて、県内では見つかってなかった BA2 の株の1つで、BA2121、正確に言います BA.2.12.1、 もう一回言います BA.2.12.1 という変異株が初めて県内で一例いたことが分かりました。ということをご報告をさせていただきます。私どもからは以上でございます。幹事社さん、よろしくお願いします。幹事社を務めます毎日新聞です。よろしくお願いいたします。知事に今の BA2X のその新しい株のことをちょっと詳しくお尋ねをしたいんですけれども、今のところの感染人数は今お聞きしたんですが、拡大していくような傾向だったりっていうのは見られそうなんでしょうか。またどういった特徴がある株なのかっていうのを少し教えていただければ。
後者の特徴については後ほど県の研究所の本田所長からお話をしていただきます。現時点においては私どもすべての検査をしているわけではありませんけれども、これらについての BA.5 や BA.2 の 12.1 がすでに起きているということが確認できただけで、どの程度というのは実はそこまで大きくは出ていません。他方で後ろ向きの疫学調査というんでしょうか、要するにそのどこから来たかとか、こういったことも今現在進めているところでありますけれども、3例のうちの2例については感染経路不明でありますので、どこから来たかがよくわからないということであります。また3名については現時点では外国への渡航歴については判明しておりません。特徴については本田先生からお願いします。BA.5 の特徴をまずですけれども、国際的にはまず南アフリカ、それからポルトガルでですね、BA.2 から置き換わって、南アフリカですとご案内かと思いますけどね、昨年の末くらいに南アフリカで、BA.1 から始まって大きな流行があって、1回流行収まったんですけれども、4月5月になって南アフリカでもう1回流行が少し再燃した時に主流となった株が BA.5 というふうに言われています。また同じような動きがポルトガルの方でもあったということで、同じオミクロン株の変異株ではあるんですけど、亜種なんですけれども、BA.2 が終わった後に他の国で入れ替わって、少しすごく大きい流行になるとは限りませんけれども、新たな波を、小さいかもしれないけれども、新たな波を起こす国があったので、一応警戒されているというのが BA.5、BA.5 になります。それから同じ BA.2 ではあるんですけれども、先ほど申し上げた BA.2.12.1 これにつきましては、アメリカ合衆国で現在文献を見ますと6月11日現在で 64.2% くらい、このアメリカ合衆国で BA.2.12.1 という亜種が占めておりまして、先月くらいから一回静かな収まりかけてたものが小さな流行の波を起こし始めているということで注目されている株でございます。国内ではまだ報告はありますけれども、パラパラと出ている程度で、東京とか大阪では報告があるというふうに伺っておりますけれども、埼玉では初めてということでございます。必ずしもアメリカのようになるとは限らないわけではありますけれども、注意して増えないかどうか状況を監視していく必要があると考えております。ありがとうございます。続いて知事にお尋ねしたいんですけれども、高齢者施設の先ほどで働いている方々のワクチンについて予防を検討されているという話がありましたけれども、その方々の検査、定期的に以前はやっていらっしゃったと思いますが、今の状況はどのようになっているのか教えてください。現時点では私どもと検査自体は、ご存知の通りその定着化の検査、そしてもう一つは24条9項に基づいて不安な方に対する検査だけでございますので、これらの施設に対する検査については現時点では行っていません。というのは前回 PCR だったですけれども、今のオミクロン株になってから再生産までの日数が2日以内になってますので、実は PCR で判明してからではもう止められないという状況なので、以前と意味が異なっているということからも我々としては現時点でこれを行うということはしておりません。他方でそういったところについて
感染してないことを確実にするための、あるいはその陽性者に、接触した方が出勤する際にこれを短くするための抗原検査、これはやっておりますので、定期的な検査ではないけれども目的に従って適切に今やっているという状況に考えております。ありがとうございます。管理者から以上です。各社さん質問があればお願いします。自治診断します。4点ほど確認させていただきたいんですけど、まず1点目、先ほど BA.12-1 というのはこれ初めて見つかったということで、これ 1件という理解でよろしいですか。どうぞ。1人で1件それ確認事項なんですけど、病床を24日から、下げるということなんですけど、フェーズをこれ一応確認のために何章から何章までというのを伺いましたか。はい、現時点では、ちなみに下げるのはについてはですね、なんていうかな、ちょっとお待ちくださいね。これか、こっちか、失礼しました。失礼いたしました。今私どもといたしましては、そのフェーズ分けをしておりまして、現在はフェーズが3というフェーズになっています。でこの現時点のフェーズ3においては、ちょっと待ってくださいね。現時点のフェーズ3においては、これか、失礼、現在フェーズ2です、失礼しました、においては、フェーズ3においては、中軽症が810床の目標のところ、合意をして、病院で実際に、用意していただいているのは871床であります。で、他方で、3は、今、3は違います。全体で1300、一番左側の方です。あ、こっちか。その過去の中です。あ、ごめんなさい。こっちが今現在1300でいい。失礼しました。現在フェーズ3で、1300床で、が目標ですけれども、実際に合意されて確保しているのは1311床ということになります。で、そのうち重症の病床が、130床目標で150床を持っています。で中軽症が1170床目標で1161床確保をしています。でこれを24日に下げるということで、総計でいうと目標は860床ですけれども、合意されているのは940床になります。そのうち重症病床は目標は50床ですけれども、実際に確保合意されているのは69床、そして中軽症は目標が810床で、実際に合意されているのは871床ということになります。これにつきましては、先ほど金井先生からもございましたけれども、これについてはリーズナブルで下げても構わないということと同時に、2週間程度で必要な場合には、再度病床数を増加させるということを目処として持っていますので、そこについても合わせて確保することによって、これは適切であるというふうに伺っております。高齢者施設だとか4回目接種に関してなんですけども、これから予防されるということなんですけど、いつ頃どのような形で予防するような算段を考えられているかというのを伺いたいです。実は今日出た話でございます。現時点ではご存知の通り、高齢者や基礎疾患、重症リスクを持っていると医師が判断した人で、かつ、市町村が発行した接種券を持っている人に対して接種をするというのは国の方針であり、これの市町村も含めてそういった形でやってまいりました。他方で今日実はその先生方から意見が出て、ほとんどの先生、これ全員でよろしいんでしょうかね、が、そうだろうとおっしゃったのが、実際にはこれ重症予防が目的ですから対象はそれでいいんですが、ただその一方で重症化をするリスクがある人に、例えば、接する人
例えばその病院ではやはりその基礎疾患ある方多いですよね。あるいは高齢者施設に従事している人では、あの重症化リスクが高い人と接する。でこの人たちにするということが一番優先するのは高齢者とかだけれども、しかしその次に優先するべきはこういった人たちなので、これらの医療従事者や介護従事者が希望する場合、つまりしなさいではなくて希望する場合には、今できないになっているので、これをできるというふうにした方がいいだろうと、こういったご意見をいただいたので、そこで私の方で引き取らせていただいて、県としてあのこれらの意見を取りまとめて政府に対してお伝えをし要望しますといったところでございますので、現時点ではいつということには多分うちのスタッフ優秀ですけどまだなっていないというふうに思っています。次の考えはいつ頃にしたいというなんか意向ってありますか？実はこれ選挙の問題もあるんですけれども、そろそろそれぞれの各省で概算要求の取りまとめが行われる時期で、その時に合わせて私どもの各省に対してですね、予算を組むにあたってこうしてくださいというふうに要望をしますので、少なくともそこまでには取りまとめたいと思っています。それは予算要求一緒にということですか？ただね、今年選挙があるので、毎年実はだいたい7月の第1週にあの予算の編成基準が出て、だいたい7月の末ぐらい、8月の頭ぐらいに、7月の末ぐらいに各省の概算が終わって、そこから財務省が8月のだいたい中頃か終わりなんですよ。ただ今年選挙があるのでちょっと日程がわからない、相手がいないと我々も要望できないものですから、あのそういったちょっと選挙でどの程度ずれるのか分かりませんけども、あのそのずれた概算要求日程に合わせてやりたいと思います。ちょっと来年度予算とか補正について入れてほしいというのか、それとももうその編成前にもう別途要請をするのか、これもまだ全然頭の中ないです。どういう補正ってのは概算要求ってのはすみません、来年度 の, あの要するに当初予算の実は概算要求が7月なんですよ、大体省庁の中で。その前にというか、その子に合わせて我々がいつもやってるの で, であのさっきここにはないかな、あの高齢者や基礎疾患のある方が優先だと申し上げましたが、高齢者の方が最も多く接種をする、これあの5ヶ月だけ6ヶ月だっけ5ヶ月か開けなければいけませんので、それで一番出てくるのが7月なんです。その後に我々 そういった方に打てる、もしくはそこと並行して打つということが、さっき優先というのは高齢者ですからということになるので、したがってそんなに明日明後日やらないと間に合わないという話ではないので、そこで概算の、ヒアリングに合わせた我々の要望にまでには何とかしたいと思っています。あの最後にあの4回目接種の件なんですけれども、あの北部東部とあったんですけど、これ川口とかは蕨とか細かいんですが、南の方がなんかどこに打てばいいのかなという感じがするんですが、それはどちらで打てばよろしいですね。これ実は各市町村ですでに4回目打っています。でその上でこれ保管するという意味で申し上げたので、それぞれのところの中で、東部、西部、そして北部で打てるようにしているというのは現在の我々のスタンスでございます。で、あのそれに合わせてか先に市町村やってますので、そこに保管という意味なので、現時点ではこれでいいかなと思っています。ありがとうございました。どうぞ。すみません、ちょっとあの病床の関係で補足をさせていただきたいんですけども、先ほどあのご説明した病床数はあくまでも予定でございまして、あの確定値はないので変わる可能性があるということについてはご承知を聞いていただければと思います。以上でございます。失礼しました。じゃあ小西さん。 NHK の小西です。よろしくお願いします。先ほどお話しありました BA.5 についてなんですけれども、まず確認されている2人について何十代の男女が公表できる範囲で教えていただけますでしょうか？どこまでですか？そっちに任せます。よろしいですか？BA.5 については、1人が10代の男性、もう1人が40代の男性です。あの家族ということですか？については調査中。その2人は同居している人ですかって聞いて。
別、住所地も別、ちょっと家は別、全然別のケースです。別居ということじゃなくて全然別の家族で、それぞれの全く違う家族です。それぞれの現在の状況といいますか、症状の状況を教えてください。すでに治って、療養の方も解除になっている状況です。あとこれゲノム解析、かけられ例えば特別の症状があったとか、なんかこの2人が、怪しいというか、そうではないかと思われた経緯がもしありましたら教えてください。基本的に、なるべく集められた検体でウイルス濃度が高いものについては、ゲノム解析を行うようにしております。また、ご協力いただいた民間検査機関からも、検体やゲノムの情報をいただければ解析するようにしている中で、たくさんやっている中でたまたまファイルについては2例だけあったということで、症状の上で特に特別なことはない事例です。いずれも先ほど言ったように軽症で、すでに経過的には治っている段階で判明しています。分かりました。ありがとうございます。あとごめんなさい、ためだれしいですけど、いつそれぞれ確認されたか、今日付か別の日付か分かりますでしょうか。解析結果が判明したのは昨日になります。2人とも昨日時点。はい。埼玉県では初めてです。初めてです。埼玉県内では初めての事例になります。確認されたことは初めての事例です。この3人のうち2人感染経路不明と先ほどお話しあったこの2人が BA.5 に当たるということでしょうか。3人のうち2人が BA.5 ということです。この2人が感染経路不明。感染経路不明はそうです。この2人は不明です。もう1例が BA.5 ではない方が一応分かっています。分かりました。ありがとうございます。どうぞ。すみません、朝日新聞の川野です。今のところでちょっと追加なんですけど、その BA.12 2の12の1の方は、ごめんなさい、年代性別とか教えていただけますか。50代の男性になります。この人は感染経路分かる。すみません、金井会長ってお伺いしたいんですけれども、はいはい、後遺症の事例集のことで、はい、先ほどそのアンケートで、役に立ったと答えている医師の方が多いということでしたけれども、実際に例えばすごくこういう事例で診断だったりとか治療の方針に困っていて、それがこういうふうに役立ったっていう何か具体的な声として上がってきているものっていうのが教えていただけますでしょうか。あります。要するに後遺症が発生をしたときにどのような対応の仕方をすればわからないというのがほとんどのドクターの感覚でございました。そういう中で例えばですけど、後遺症それこれ今後どうなっているか、さらに悪化していくか何も分かっていないという状況がありましたけれども、そういう中で役に立ったというコメントがいくつか出ておりますけれども、いずれも軽症者であって通常の医療範囲で対応できるであるとか、それからこれは症状と別に精神的な状況も含まれるというような状況であるとか、いろいろなことがあるんですが、そういうことは全くわからないので、なぜ役に立ったかといえば、そういうものがありますということをあらかじめお伝えをしたので、例えば患者さんが来て体が倦怠感が強いというような状況があるけれども、ある程度仕事ができているというような状況があるとすれば、それは精神的な疾患状況が強いでしょうとか、いろんなものがあります。そういうものもありますというのを症例集に出してあげたので、
それを見ることによって、あ、こういう人もいるのかということで安心して診断もできたというふうに考えています。どうぞ。すみません、あの念のためなんですけど、先ほどの10代と40代の男性、これいずれも県内に住むで、はい、ありがとうございます。ないでしょうか。なければありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。